皆さんこんにちは。今回はね、まあ夏に向かってね、やっぱりさっぱりしたものを食べたくなると思うんでね、しめ鯖の作り方を紹介したいと思います。今回はね、簡単にできるようにね、こちら塩鯖の方をね使って作っていきたいと思います。一応木寿司もできますっていう塩鯖をね使って作りたいと思います。あとね、味付けもね、もうこの市販のお寿司の酢ですね、ご飯に混ぜたら寿司ご飯になるっていう寿司酢を使ってね作りますんで、難しいことはないと思います。めっちゃ簡単です。しかも美味しいっていうおまけ付きなんでね、ぜひ挑戦してみてください。それでは作り方の方を紹介していきたいと思います。どうぞ。それでは材料の方を紹介していきたいと思います。まずはね、この塩サバ、このね、こちらのあのラベルがついてるメーカーさんのやつ結構おすすめです。こちら木寿司にしても大丈夫です。あとね、市販の寿司酢、これもどこの市販の寿司酢でも大丈夫なんでね、お好みのメーカーさんのやつ使ってください。あとはね、寿司酢と同分量のお水を使います。一応寿司酢とお水の量はね、このサバをつける時の加減で変わってきますんで、ちょっとサバがひたひたに浸かるぐらいの量があれば大丈夫だと思います。だいたい200から 300cc ずつぐらいね、寿司酢とお水があればできると思います。それでは作っていってみたいと思います。すいません、忘れてました。あとね、昆布もね、1枚適当に用意しておいてください。まあ10センチぐらいやったら大丈夫だと思います。昆布はまあ、味付けの時にね、一緒に入れてね、旨味を引き出すために、サバと一緒に漬けるために使います。一応この昆布、どさんこチャンネルのオセロさんから送られてきたやつです。材料はね、以上になります。まずはね、塩サバを3枚におろさないとダメなんですけど、塩サバってだいたいね、こう真ん中ぐらいまでもう半分ぐらいはね開いてある状態になってますんで、こんな感じでそんなにおろすの難しくないと思います。まずはね、頭を外していってください。一応このエラの後ろからとね、お腹の部分からいけば綺麗に切り取れると思います。もうこの頭の部分はね、別に焼いて食べても何だとしてください。頭さえ外したらね、もう開いてある状態のものが多いので、とりあえず半分にしていきます。これでね、半分取れました。しかしね、もう片方はね、やっぱ骨ついてるんで、しっかりとおろしていかないとダメだと思います。今回別におろし方の説明はしません。またいつか紹介したいと思います。一応ね、魚のおろし方なんかはもう気まぐれクックさんがすごいと思うんで、そちら見ていただければわかるんじゃないかと。一応ね、はい、こんな感じで3枚におろします。一応ね、3枚におろしたらね、この腹骨のところ、ここのね、骨が硬くて強いんでね、きれいにすいて取り除いておいてください。あとね、ちょっと汚いところなんかもきれいに取り除いて、こんな感じで腹骨をきれいに取ります。こういう魚をおろすときはね、ビビらずに行くことが大事だと思います。こちょこちょこう包丁を動かしてね、ビビりながらやっちゃうとボロボロになる恐れがあるんで、はじめは失敗してもいいと思うんで、もう一気に行ってください。こんな私でもね、初めて鯛を下ろした時は、なんと1時間近くかかって、先輩にクソほど怒られました。慣れたら誰でもできます。はい、今日3枚に下ろしてね、腹骨を取り除いたらね、この真ん中のところにね、小骨がいっぱい刺さってるんで、
こういう毛抜きですね、ピンセットみたいなものを使って一本ずつ抜いてください。一応完成した時にね、骨があってもいいっていう方はもう別にそのままでも大丈夫だと思いますが、やっぱり骨抜いとかないとね、食べた時に口当たりが悪くなって、もしかしたら刺さったりするかもしれないんで、できたら抜いときましょう。こんな感じでね、骨を一本ずつね抜いていきます。こんな感じですね。この真ん中のところに骨が入ってるんで抜いていってください。こんな感じで抜けちゃいます。こんな感じで骨をね全部抜きました。一応骨抜くのがめんどくさいって方はね、このちょうど分かれ目のとこに刺さってるんでね、こう綺麗に半分にここだけ取り除いてくれてもいいと思います。ちょっと背中とね腹の方に分かれてしまいますけど、まあできたらね丸ごと抜いた方が盛り付けた時は綺麗だと思うんで、抜くことをお勧めします。塩サバのね下処理が終わったら、たっぷりのお水をねなんか容器に用意してください。一応ねこの塩サバってねものすごく塩が振ってあってめっちゃ辛いです。このままね酢につけて食べたらもう塩辛くて食べれないんで、塩を抜いていきたいと思います。一応ねこの下処理したサバの身をね、普通のこうお水で大丈夫なんで、こちらの中につけていってください。まあ私の感覚的にはね30分から40分お水の中につけておくことでね、結構酢とのバランスが取れた塩加減になると思いますので、このまま30分ねつけて塩を抜いていきたいと思います。30分経ちました。30分ね水の中に塩サバをつけて塩気を抜いたらね、まあちょっとちょうど入るぐらいの大きさのタッパーに移し替えていきます。ちょうどね入るぐらいの入れ物に入れることでね、寿司酢の量がね少なくて済みますんで、塩気を抜いた塩サバをこんな感じでタッパーなどに入れていきます。ここまでねできたらもうあとは簡単です。こちら一応市販の寿司酢をね1に対してお水を1足して混ぜ合わせたものです。今回は寿司酢 400cc とお水 400cc で一応2匹分あったんで作ってみました。あとはねこれをこう注ぎ入れて、しっかりと塩気を抜いた塩サバをつけるだけです。ここでねちょっとねうまみも足したいのでね、先ほど紹介した昆布をもう適当に1本半分ぐらいでいいです、入れておきます。ここまでできましたらね、あとはね表面もしっかり使ってほしいので、クッキングペーパーなんかをね上に当てて全体的に回るように染み込ませます。あとはこの上からね軽くラップをして押さえつけておいてください。これでね表面までしっかりと合わせ図がね回っていい感じに浸かると思います。あとはこのままね冷蔵庫に入れてね、まああっさりした感じのしめサバがいい人はね3時間ほどこのまま漬け込んでください。ちょっとねしっかりめがいいっていう人はまあ6時間以上は漬け込んでください。このまま冷蔵庫でね保存して6時間まあお好みの時間漬け込んだら、あとはもうこのね酢から揚げてねしっかりラップをして冷蔵庫で保存しておいてください。一応ね冷凍も可能です。しっかりとね漬け終わったこのしめ鯖をね
きっちりラップをしてからね、ジップロックなんかに入れて空気もしっかり抜いてね、冷凍すれば一応1ヶ月ぐらいは大丈夫だと思います。まあそこはちょっとご自分で判断してみてください。一応ね、冷凍したのはね、そのまま冷蔵庫の中に入れて自然解凍させたらね、もうそのまま切って食べることができますんで、ちょっと食べきれないときは冷凍するのもありだと思います。一応こちらがね、6時間ほど漬け込んだもうしめ鯖出来上がってます。一応ね、サバのね、この皮の表面にはね、ちょっと薄い皮がね残ってるんですよ。それがね、ちょっと口当たりが悪いんで、それを1枚ね剥がしてください。ちょっと包丁の先や爪でこするとね、こんな感じでめくれてきますんで、この皮がね口当たり悪くなるのでね、そろっと綺麗に手で引っ張れば剥けちゃいますので、こんな感じで剥いていってください。これですね。これがめちゃめちゃ硬くて口当たりが悪くなります。あとはね、もうここまでできたらお好みでね、まあ皮目なんかに軽く切り込みを入れて、お好みのサイズに切り分けてください。もちろんね、ここの皮の表面とかをね、バーナーで炙ったら炙りしめ鯖みたいにもなりますんで、一応細かく刻んでから酢の物なんかと一緒に和えるっていうこともありですね。こんな感じでまあ適当に切り分けたら、器にねわかめと大葉なんかを盛り付けて、あとは美味しそうに見えるように上手に盛り付けてください。こんな感じでいいですかね。あとはね、ちょっと飾りでまあきゅうりなんかをこんな感じでね盛り付けて、一応ねしめ鯖には生姜が合うかなと思っているんでね、おろし生姜をたっぷり添えて、もうこのままでも十分味ついてますし、お醤油にね生姜を溶かして食べてもありだと思います。これでね、まあ塩サバを使って簡単に作るしめサバ、まあ関西の方では木寿司っていう言い方をしたりしますけど、完成です。それではちょっと食べてみたいと思います。一応ね、生姜の方をたっぷりつけて、まずは醤油につけないでいただいてみます。はい、めっちゃ美味しいです。間違いないです。市販のね、寿司酢を使うことでもう味の安定感が抜群ですね。やっぱりね、甘みとか塩味なんかもね、もう市販の寿司酢にはねバランスよく配合されてますんで、あとはそれをねちょっと水加減を調節して漬け込めば簡単に作れちゃいます。こんなしめ鯖どうでしょうか。いや、本当お酒が飲みたくなるね。今回はね、一応まあスーパーなんかでもね比較的手に入れやすいね塩鯖と市販の寿司酢を使って簡単にしめ鯖を作ってみました。それはもちろんね、鮮度の良いね生の鯖が手に入ったらそちらで作るのもありだと思いますが、その時はねめちゃめちゃ塩をして時間を置かないと作れませんので、めっちゃ時間かかると思います。塩の塩梅も難しいんでね、一応塩鯖を使えばお手軽に作れると思いますんで、もしよかったらね挑戦してみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。